ポーリンク・シュマン、生誕名、ハリエット・ウッドはアメリカ合衆国の女優。南北戦争中、北軍の諜報員として活動した。彼女は南北戦争中の最も成功した諜報員の一人と考えられている。後に、芸名、ポーリンク・シュマンを名乗るハリエット・ウッドは1833年のニューオーリンズにて、 スペイン人船乗りだった父とフランス人女性の母の娘として生を受けた。ハリエットは兄ウィリアムと共にミシガン州グランドラピッツで育った。両親はインディアントの交易所を始めるためにミシガンへと移っていた。1862年、北軍支配下のケンタッキー州ルイビルにて舞台女優としてのデビューを果たす。ニューヨークに移った後、 ポーリン・クッシュマンの芸名を名乗るようになった。彼女は、生涯を通じ、ジェレ・フライヤー、チャールズ・シー・リッキンソン、アウグスト・フィヒトナーの3人と結婚した。子供は3人あり、チャールズ、アイダの2人と、養子の絵マだった。軍服姿のクッシュマン少佐北部での出演を終えた後、クッシュマンは2人の親南端本民に雇われ、アメリカ連合国の大統領ジェファーソン・デイビスを、 歓迎する主演に参加することになった。劇場は彼女に退職を迫ったが、彼女には別の考えがあった。すなわち、南部カナメラの主演に参加することによって、北軍のための情報を収集するスパイとしての役割を果たそうとしたのである。クッシュマンは、南軍の指揮官らとの交流から得られた戦闘計画などの情報を靴の中に隠して持ち出していたが、 1864年には二度逮捕された後、ブラックストン・ブラック将軍の元へと引き渡され、軍事法廷において、公主刑が宣告された。当時、彼女は体調を崩していたのだが、さらに病状が悪化したかのように装い、これによって、処刑は延期され、その間に北軍がその地域へと侵攻したことで、公主刑に処されることなく解放されたのだった。また、 彼女は二度負傷している。いくつかの報告によると、その後に彼女は軍服を着用して男性に噴し、再びスパイとして南部に潜入したと言われている。彼女はジェームズ・ガー・フィールド将軍から名誉新旧少佐の階級を送られたほか、エイブラハム・リン・カーン大統領からも連邦の大義への貢献に対して名誉少佐の階級を送られた。以後、 彼女はミス・ポーリン・クッシュマン少佐の通称で知られるようになる。1865年の終戦の後、彼女は全米をめぐって、自らのスパイとしての活動に関する講演を行った。アリゾナ州フローレンスのラグルス通り255番地にあるオーカーウォーリーハウス。ポーリン・クッシュマンとジェレ・フライヤーが暮らした彼女が、合衆国政府のために行った秘密活動の司祭は、 機密情報とされ、未だに不確かな部分も多い。しかし、戦後はスパイとしての経験に関する講演を全米で行っており、一時期はこれに興行し PT バーナムも関与していたという。1865年、友人だったフェルディナンド・サルミエントが、いささか内容を誇張した、電気、The Life of ンクシュマンザセレブレイ a ッ The Celebrated Union Spy and Scout を発表し、 この中でクッシュマンの若年期や関連した記録やメモに基づくスパイとしての活動についてが述べられた。1868年、子供が病気で死去。1872年、サンフランシスコに移って再婚したものの、同年中に死別している。伝えられるところによれば、彼女は1879年にセレフライヤーと出会い、アリゾナ順州カサグランデに移り、 そこで宿屋と菓子馬屋を経営したとされる。ジェレ・フライヤーは後にピナル軍で保安官を務めた。幼女エマは1888年4月17日に6歳で病死した。1890年、クッシュマンとフライヤーは離婚した。1892年までに彼女はテキサス州エルパソに移り、貧しい生活を強いられていた。 1893年6月からは従軍経験があった最初の夫の軍人恩給の申請を行い1ヶ月あたり12ドルを受給するようになった晩年はサンフランシスコに移ってお張り子や家政婦として暮らしたリウマチや関節炎の影響から障害に苦しむようになりやがて鎮痛剤中毒を発症した1893年12月2日夜 モルヒネの過剰摂取の後に自殺。翌朝、家主の女性によって遺体が発見された。アリゾナ州フローレンスのノースグラナイト通り364番地の家。クッシュマンとフライヤーがかつて暮らした彼女は60歳でポーリンフライヤーとして死去した。葬儀は南北戦争従軍軍人海会会員らによって手配され、戦時中の合衆国に対する貢献が称えられた。 葬儀は完全な軍隊葬として取り行われた。現在、彼女の遺体は、サンフランシスコ国立墓地の昇降区画に埋葬されている。防悲に残された言葉では、彼女の果たした北軍の勝利への貢献について触れられ、ポーリンシーフライヤー、北軍のスパイと刻まれている。1964年、西部劇、テレビドラマ、 デスバレー・デイズのエピソード、ザ・ウィング・オブ・ペラーラス・ポーリーンにおいて、パウラ・レーモンドが、ポーリン・クッシュマンを演じた。このエピソードの舞台は、カサグランデで、クッシュマンは、酒場の陽気な女主人として登場し、ジェレ・フライヤーが彼女を1週間以内に、口説き落とせるのか友人たちと賭けをする場面が描かれる。そして二人は結婚し、フライヤーは後に、保安官になるものの、 1890年に離婚する。西部劇、テレビドラマ、ローハイドでも、ポーリンクッシュマンが登場するエピソードがある。彼女の生涯については不確かな箇所も多く、出典によっては矛盾も見られる。ありがとうございます。